それではですね、今日の最後は福富さんになります。いよいよ、全剥離がもう終わったのでしょうか。どっかまずいとこはなかったでしょうか。いろいろ昔から言われてますが、レストアは推理だということなんで。はい、では福富さんお願いしはい、ます。その11年になりました。その10まで一生懸命入ってましたので、一旦ね、ここで剥離作業は終了して、ちょっとボディーワークの方に入っていこうというようなね、そんな段階になってます。まだ全部で塗装を剥いだわけではないんですけど、下地が見える程度まで、落としてきているので、この状態でですね、直さなければいけないとか何かどうしてるで、今回交換予定の部品たちですねの確認というところも少しずつしておきました。で、オーバーホールキットでキッすトもあるんですね、ね。段ボールの中にもね、ガスケットが入ってたりするんですけど、おお、それはアメリカ製なんですか？そう、一応トヨタのキットですおね。だから最近あまりまた出なくなったみたいですけお。ど エストンガードもあるんでスすトンか？ガードもあります。道路で、ね、ただの板といえば板なんですけど、これ部種類ですね。これは UP ワークスオリジナルですね。これは切ってもらったやつですね。クラッチレビューのブーツもですね、履いておきたいということで、大体割れちゃってるので、こういうのも履いておきたいな。これシートベルトのアンカーですね。これ作っていただいている方がいるので、おっしゃってもらいました。このガラスランもですね、作っていらっしゃる方がいるので、今回のために準備して、結構なんか福住さんのところにお願いすると部品は結構なんか集まるもんなんですそうですね。ね、これバッテリーホルダーもですね、バッテリーホルダーも、ホルダー作ってくれてる作ってくれた人いるんですか？助かりはます。オーリング類ですね。純正品もあれば、汎用品って代用しているのもあります。ウィンカーパッキンですね。これも新品ですか？これとなんだ、最近作ってくれてあ、リビルト品ですリビね。ルト品で、はい。リビルトとかレプリカですあ、かレね。プリカね。はいはい。ドライヘッバドレスカーバー。ですね。これも純正ですか？これも作こっれもレプリカですか？て、そうですね、レプリカのやつですね。これは純ああ、正ですけれど。これなんかでも最近のもので作った方がいいかもしれませんそうでね。すね。レンズカバーですね。これは純正品ですね。インカレンズなんてちゃんと新品あるんですね。たまに出てきますね。あホームボタンですね。ホームボタンどうしても割れてしまったり、ひびが入ったりするので、ボディーワークに入っていきますというところですね。フロントグリルの位置がですね、どうしてもちょっと左にずれているので、パンパンの穴ですね、ステーの位置が外側から見てもですね、ずれているのが分かりまああ、す。本当だ。あ、これだいぶずれてますそうですね。で、このずれをですね、パテで埋めたりして、補正して、形になっていたということですね。で、フェンダーの下のところですね、折れ曲がったりして、まだダメージが残っていたというところですね。これちょっとダメージ修正をして、形を整えています。やっぱり右側に5ミリ程度寄っているので、これをちょっと強制的にこう戻すというとですね、へこんでる、へこんでちょっとたわんでるとですね、この辺を伸ばしていくと5ミリこっちへ多分ずれてくるんだと思うんですけど、ずれたままになってる原因が何かなというところで、ね、探してるところですね。これ引っ張って固定するとこう合わさるので、やっぱりちゃんと合わせなければいけこれをみんなパテで埋めてあったんですない。か？すごいなぁ。ほう。やっぱり5ミリ程度ずらさないと、バンパーも正しい位置に出てこない。一
応そのフロントフレームとフェンダーの隙間も上から見てみると、これ右側なんですけど、左側はもうほとんど隙間がないという状態になっているんですね。でやはりここも多分ぶつけたか何かして、ダメージがあって、右側に、押してしまっている。なかなかいわゆるあれですよね、ダメージっていうのはみんな一台一台全部違うから難しいですね。うん、そうですね。まあ傷んだところで直す修理は当然やりますから、はい、それでもう何十年も経ってから塗装が浮いたりいろいろ後から症状が出てくるということですね。まあその時に本当はきっちり直しとけば取ったことないことなんですけど。みんな昔はもう、はい、ですもうね50年もね近く前の話でしょうから、これがねフロントグリルとフレームのこうくっついてるボルトをオンしてるところなんですけど、そこはやっぱり錆びて、いたり腐食していたりとか、割れてボルトから外れてるんですね。でもここはちょっと強度が欲しいところですね。そうですね。で、改めてL 字の金具を作ってですね、はい、でちゃんと乗せて、固定してやるというようなね補修をしていきます。ここはやっぱりこう腐るところですか、錆びるところですか。いや普通はそんなにね傷んではない、そんなに水が溜まるところじゃないですもんね、はい、抜けてるところなのでね、やっぱりぶつかった時のダメージ。ああそうかそうか、はい、右側は大丈夫ですもんね、はいはい、うん。で、修正に入りますというところで、はい、ちょっと固定をしながら寄ってこないようにして左側を引っ張ると。引っ張ると。引っ張るのはなんで引っ張るんですか。いろいろ力技です。で力技で、ね。はい。力技で。はい。というですね、いよいよなんか佳境に入ってきました。少し進みましたね。だいぶ進んだんじゃないですか。でもこのあれですよね、その本当はフレーム修正機で簡単に修正できるんでしょうけど、やっぱりハンドで修正っていうのは、そうですね。あとモノコックのね、特徴もあるので、そうかそうか、はい、モノコックだから、はい、ただ引っ張ってもいいってもんじゃないですもんね、はい、曲がってるところ伸ばしてきてあげると、こっちに行ってこない。モノコックのフレーム修正はなかなか難しいですね。でもまあこのモノコックだからこそ、まあ、はい、ヨタハチは軽くできて、クリキも良かったと。はい、で、まあ、まあ、素晴らしいフォルムもできたというですね。トヨタって面白いですよね。そういうことも当時考えながら、ね、クラウンってずっとラダーフレームだ。ね。なかなかね、その辺のところはなんか技術の継承というか、伝統は伝統で守るということなのか。今でもまたぜひね、空力を生かした、今エンジンで、でも今あれですかね、安全だとかなんだとか、公害だとか、いろいろ言われちゃうと、なかなか軽く作れない。どうなんでしょうね。でもこの間、松田さんが出しました、990何キロなんていうやつも出てきてますからね。でやっぱり軽いの、車は軽いのが一番だなっていうのがね、私はあって、エンジンを大きくしてもですね、もう限界がありますしね。でやっぱバランス悪いっていうのはもう本当に最悪なんで、まあそういう意味では、このね、ヨタハチちゃんはですね、なかなかバランスも良くてですね、選んだエンジンも水平対向という、まあ軽い空冷エンジンで、まあいろいろなんか当時のそのトヨタのなんていうんですかね、意気込みは感じられますよね。そう思います。はい。